やってるんですけど、みんなその喫煙率が減っちゃって、消費が減っちゃって、どん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 そのタバコ会社も昔は30、40ぐらいあった工場が今10工場ぐらいに。ああ、そんなにだったの。自分でばっかストッカーで取れて置いとってやっか。で、今清原で大きな映画やってて、次世代の工事声が小さいよ、声が。声が小さい、ここまで聞こえてこないよ。声も入るのかい？声入るよ。だって、動画だもん、動画。動画で声入るの？日本一の声だ。声が小さいとこ出る。で、マラソン姿しか覚えてないけどね。そう、短パンで走ってる。こんな出てなかったよ。そんな顔はないじゃん。まあ、ちょっと逃げてきた、いや、高松俊春さんは今日はまた、高松先生の顔、ね、初めて50年後に見て、今日も見て、ますますお元気そうで、ね、本当に安心して俊春さんは性格がいいからね。まっすぐだもんな。え？いや、俺は男だ。今お話だいぶ。いや、男だけど、男だけど好きだったよ。井口が一番なんか芸術家になったみたいな感じで。いや、皆さん今日はそれの技を持ってるみたいで。いや、今日はアルコールが入ってるからこういうになっちゃったけど。いや、まあ今日はいくらか酔っ払ってもいいかなというふうに思ったから。私もあれから、あれから50年先生に教わって50年まあ先生の教えをなるべく真面目にやってきたつもりなんですけど、何でそとかよく覚えてないけど、まあ自分らに考えて何とか一生懸命やってきました。皆さんいろいろやってるんですけど、私もそうですね、まあ小学校は中学校まで、まあ私ね、中学校高校はまあ陸上ばっかやってましたから、あんまり一生懸命勉強しないんでダメだったんですけど、でも卒業してまあそれからいろいろ就職ちょっとしたんですけど、高校卒業してから、でもちょっとごめんなさい。2、3個仕事やったらやっぱり。なんか俊春さんは手話がうまいね。まあこうあの頃ね、私は自分で石場の仕事、築地の仕事、取引全部覚えて、それが結局は引き取ってて、途中で1回、10年ぐらいやってから辞めて、夜間の時の同級生の姉がやってる会社の、先生も関係かもしれない、学部士とか絵とか掛け軸とか、そういう会社行って。いろいろもう工場から販売までやってみたんですね、営業仕事。その間に札幌松坂屋にテナント出して5年間札幌行ってました、家族で。生き犬の生活も始まってきましたし、もう帰ってきてまた築地に戻って食べ物の仕事。その間に今、調理師免許を持ってます。まあ、調理師はできないんですけどね。その後、辞めて、今度札幌で知り合ったあれ、井村明さんはお楽しみ。もう終わったの？もっと石本さん。まだ最後か。お母さんはできますよって言って、不動産屋も会社の方で10年近くやりました。最後の死にか。最後の死にか。それました。ね、だから、今、卓球の調理師を待って、いっぱい余っちゃってんですよ。それを回収して、これやるってお金にしてます。あ、4人もいたよ。担当者2台として、私と娘も一人いるんですけど、息子はまだ35で独身、どうしようもなくて、娘は早く嫁に行って、子供3人って、したら別れちゃって、親父が浮気したって別れちゃって、戻ってきちゃったんで、しょうがない、私が手前で、今、孫3人、息子だけやったけど、長男の中学校1年生と6年と今一番下女の子4年。今は一番長男と次男はまあまあやってるんですよ。一番下がチャラチャラチャラしてる4年生の女の子なんだけど、これが悪いんだ。女はこの間待って自転車乗って電柱にぶつかって顔を。
って、あの鉄棒で怒って、顔、この間もまた、あ、そうだね、あの、昔ほら、あれ、まあ、どっか行ってから、行ってきたような、え？どっか行ってて帰ってきたような気が。昔は、私らが生まれる前、戦争中は、中国行ったかとか言ってるんですね。それで帰ってきて、私が高校の頃、じゃあ、むしろ、あれだと同じか、少し。農協実は。じゃあ、農協は遥か昔だよ。はじめか。実の、お兄さんはまだ、お父さんの話じゃない。そっか。兄貴は、全部年が違う。兄貴は市役所行ってたから。え、こちゃんのお兄さん、長男はね。長男は、長男は百姓、農協の。農学校行って、百姓やったんだけど、やっぱり野菜でも何も、百姓やっても、もう考えちゃうと分かって、食っていけないと思って、ほら、あの、支配は結構いいね。俺、ちょこっとしか厚生年金入ってないが、国民年金と同じで。姉さん、あの、私の兄貴の嫁さんも、あの、大場小学校で、あの、保健室もらったんですよね。国民年金は厚生年金基金って年間400円だよ保険料400円学生ばっかりじゃなくてやっぱり業務員じゃなくて保健室の先生だったんだけど、それでもなんかやっぱりいろんな悩みがあってそれでもほら教材だからずっと面倒見てくれてきたら入院してでも助かるんですよ。俺で来る分ぐらいで今入院で、まあ正直のところ15万ぐらいかな、あって結構やりくってきたから助かって、こっちから負担ができる、それも減らないなっていう、なんとかね、3年間ぐらいね、まあいいも悪いもいっぱいやってましたよ。そうですよね。だから、江原先生ちゃんもエロがお茶になったんだけど、
先生が病気したんですよね。だが先生おっぱいもだが先生おっぱいもないんだって言われて、だから入学がなんか分かんないけどそんな話聞きたくなったんですよ。そういう無駄のことですよ。それはね、山崎駅からじゃなくて西大にいるうち。ああ、学校車だったの。なんてあの。だからあのほらお宅のお母さんが西大だから分かったんじゃない。そんな詳しく分からなかったけど、全然初めて聞いた。いや、学校で誰か言ったのに聞いた。あら、そうなんだ、病気したんだ先生じゃなくて。ああ、そうですか。そうですか。ごめんなさい。ああ、うん。ああ、みんな分かんないんだから、やっぱりな。ああ、そうか。ガンじゃなかったんですよね。ああ、そうですか。先生なんかそれ頭に残ってたんで、そんなこと誰が言ってたなと思ってさ。あ、そうですか。